ああ動画配信されてるよ。ああああ、え、喋るの入ってんの、配信が入ってんの、配信されてるかどうかは知りませんが、あ、配信 OK。 今は、はい、川島です。そしてタスクシです。ソシさんですね、はい、どうもさあ地球の皆さん見てますか。地球の皆さん、ハローエビバディ。え、これって世界なの？いや、まあ、世界に配信されてるのこれ。外人の方が最近よく見てんのかなって感じで。はい、日本在住の方じゃなくて。ね、なんかコメント見てると海外の人がコメントよく見てるから。あ、そうなんだ。じゃあワールドワイドだ。ワールドワイドで。おー、ウェルカムトゥーフライデーナイトデイトラって感じで。Hello, my name is Kawashin. How are you? 今日も。
毎週金曜日に、デイトナー式で埼玉県新座市のデイトナー式からスパツ X 対戦会やってます。今の試合やってます。で21時からミニの大会式の細道がやります。今やってるのはネロさんのガイドと、2回転さんの竜ですね。いやー2回転さんは、ね、本当何使ってもね無難に使いこなせるんでね。ああそうですよね、うん、まあねネロさんにとってはいい練習になると。これを踏み台にして乗り越えていけと、ねね、2回転さんが竜使うのは初めて見ますよね、うん、あまあたまに使ってますよ。あ本当ですね、うん、やっぱね、バーサスの実況とかもう運営やってる部分でもうなんか、うん、地球の皆さんがそうです変身扱いでもうワールドワイドでもう2回転さん、僕2回転さんはもう2回転っていう名前だからザンギ使いなのかなとか勝手に勘違いしててバイソンだったらちょっと驚いたけど、ね、あれ昔、うん、なんかフォークなんで2回転なんですか。なんか前なんか聞いたような気がして忘れた。なんかでも野試合でフォーク使われてるの見たことありますよね。だから何を2回転なんだ。ああそうですね、うん、あー2号さん、なるほど。1号は誰だったんですか。ああそうこのガイル竜だと、うん、こううまく説明できないですけど、この開幕ぐらいの間合いからの攻防っていうのが、まあ、なんか竜からすると竜巻落ちのかなとか足払い落ちのかなとか、ガイルだとこのソニックとしゃがみリフトアッパーかなとか、そういうふうに考えちゃうけど難しいですね。なんかガイル竜やってて、その場その場の対処方法がそれぞれいろいろあって奥深いカードだなって見てますね。あ、配信もされてる。お見苦しい、ちょっと、おう、回転竜、イッピーストなんか攻撃だったら、おうねーとか言わなきゃダメですね。あー、やっぱガイルからすると、ここで3段を入れるか、こういう端っこに来た時が怖いっすね。あー、リフトアップいいかな、シューキック、足、ナイスジャンプ、アームのジャンプ、足が、おー、ナイスガール。蹴りを出す。でもこのガイドはこの中キックとかこういうところで No! 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 あー惜しい。ガイドはこういう前で中キックとかやってんのが面白いっすね。本当にガイドのこの回というか、スーパーストリートファイター 2X の、対戦会、埼玉県新座市の、四季駅から歩いて1分の、デイトナ四季、こちらの方から、配信しております。今、の試合をやってまして、で21時から、ミニの大会四季の細道を、行います。やっぱネロさん帰ってきましたね。で1分のこの現在で対戦会っていうのは、ニーヤさんかな、多分なかなか素晴らしいというか、ニーヤさんの、なんかカメムシみたいな剣ですね。ニーヤさんの剣もなんか強敵ですね。最近ねよく剣で遊んでるんですけどね、うん、ニーヤさんもいろんなキャラ触るんで、ね、まあ、これいい勝負ですね多分、ああもうこの攻防怖いですね。おっと着艦、すごい。なんと言いますか、このゲームでこの上と下と真ん中のこの選択肢の意識を飛ばせながらいきなり下を食らわせるとか、それで相手をドキドキさせるとか、そういう攻防が面白いですね。おお、今のめくりも素晴らしい。2回転さん、ネロさん可愛がって17連勝してますね、今のところね。これは逆に新谷さんに可愛がってもらわないと。いいよ。ああ今の後ろ下がってからの足払いとか送り返すね。お、金子くんが来ました。さあ、レッパス勝ってしまって、レッパでこうやって波動拳出して、今のいい読みだったんです。ちょっと遠かった。こういう前だと、あー、さすが竜の波動ですね、早いですね。なるほど、飛ぶか、溜めるか、飛ぶかゲージを溜めるか、ガードするか。お、ニアさんのガイル、ニアさんのガイル、うん、これはレアですね。たまに見ますね。おー、すごい。さあ、
さあやりたいコンボできません。このムエタイキックがもうクセモノですね。でこのガイルもすごい、ガイル側はもう竜のあの台足に対してソニック打てないんでね。あのソバットでこう距離を測って、まあ、当たればいいかな的な。おっとこれはしもおーすごいうまいですね。こういうところは本田使いのメインキャラがそういう特殊な動き的な会話飛んでいる飛んでるなんかしたらすごいですね。おー、ショーキックで止めるうまいっすね。2回転その竜、個人的に初めて見ますけど、すごいっすね。おー、見てから、ペシッパシッパシッ。ハブ、飛ばせる。あとペシッペシッ、おー、しかしそこ投げる。で、ここで、お互いゲージ飛ばした、これで投げるから、おー、すごい。やりたいことやった。超やべ。ニーアーサのガイル1個、今のかっこいいですね。こうガイルのこうキックを入れてからのこういうコンボっていうのはめちゃくちゃ面白いですね。ニヤニヤしているぞ。多分これを見たらガイル使いたくなると思うんですよね。でガイルの面白いところっていうのは、まあソニックブームとサマーソルトのための、まあ、2回転さんは名前を入力してイラつかせる作戦ですね。以外でもこういう蹴りのバリエーションの豊富さが見ていて、さすがにホンダはちょっときついと思いますよ。ニーアーさんの剣強いですからね、ホンダ戦。お、今タイガーって言ったのか。二回転さんの X 青いパンツか。あ、違う、黄色い、優しい普通の黄色いトラですね。これガイルサガットもね、結構熱いカードなんですよ、これ。ああですよね、金子くん。あ、うなずいてますね。サガット側も結構難しいんですけど、まあガイル側の方がもっと難しいかもしれないですね。そうですね。あ、龍拳相手にするより、あーこういうところですね、怖いっすね。もう球を一回ガードしてからの押し返しがね、ガイルが結構難しいです。あー今のこのそこでアパカ、思わずメーターに結構当てて、アパカ見えていたのか、何かになるっていう、この心理を返すっていうところがこう面白いというか、スタブにアパカを合わせる。あっとこれ安い台足で、ジャンプチューパーは負けてしまって、これはアントビー成功。タイガー。さあこれは余生ですね。俗に言う余生です今。もうすごいですね。二回転さんの X サガット自体も初めて見ましたね。スーパーサガットならよく見ますけど。これちょっと金子君に伺いますけど、気まずい前になりますよね、ガイルサガット。その気まずい前の時ってサガット側はいろいろ技触れますけど、ガイル側って何すればいいんですか。我慢我慢だそうです。やっぱね、ガイルの方がちょっと苦しいみたいです ね。ガイルを使うとこのスパチ X6 の我慢というのが本当鍛えられるというか、そこにものすごい醍醐味が出てきて、もうその貯めた分の、なんか精神力で我慢している分、技を当てた時の快楽がすんごく癖になってやってて面白いというか。おー、今のお尻、ニアさん、これはすごいですね。さあ、暴れているサガット。これはバレバレ。本当でもガイル使うとね、結構このキャラに対して何やらなきゃいけないっていうのは結構分かってくるんで、結構勉強になることが多いですね。そうですね、梅原さん、八重さんの配信でガイルを使うとどんなキャラ相手でも楽しく感じるって言ってて、え、そうなのかなと思って、ガイルやってみようかな、頑張ってみようかなと思ったら本当に面白いっていうの、ほぼね、まあダルシムとかバルログはまあ別として、結構いい勝負できるんですよね、ほぼ全キャラに対して。で、大きな有利はなかなかつかないですね。ぜひこのゲームを配信を見てね、このゲームやってみようかなとか、思う人はぜひもうガイルもおすすめキャラなのでぜひ使ってみてください。池袋駅から、東武東上線の乗り換えの式駅で歩いて1分のデートな式、こちらのゲームセンターから今、スパツ X 対戦会、行ってます。今20時からちょうど始まって、ちょっと俺ニカさんボコってきますね。ミニの大会、四季の細道21時から、行います。非常に今日も
盛り上がってました、このままずっとの試合をやりながら、21時ぐらいを基準に、大会を行います、ぜひお楽しみください。Round 2, fight!
はい。Round 2, fight!
はい。Sonic Boom! Sonic Boom!
Ah!
Fight!
Fight!
Yeah.
はい、じゃあそろそろ準備できたので、始めますよ。配信台、それ終わり次第開けてください。よろしくお願いします。あ、はい、まもなく第19回第19回ですね。第19回デイトナー式、式の細道の大会もうすぐ始まります。こちらの、川島さん、ポアトリンさんの試合最後でお願いします。じゃあまだ、もうちょっとで試合を始めるタイミングの準備、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、はい、はい、ハロー、エブリバディ、はい、はい、はい、ポアトリンって誰だ、誰だ、美少女仮面ポアトリンが今日出るらしいんで、注目の、1990年回という、90X 年回、19回ですよね、デートな式の細道、ただいまから始めたいと思いまーす。わー、パチ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 。じゃあ、1番手2番目のノブさんとバーチさん、1P2P をじゃんけんで決めて、始めてください。ノブさん、バーチさんです。はい、あ、ほんと、はいはいはい、丸ついてない人が金払えみんな金払えはい、じゃあ始まります。あ、ここだ、こっちで見るはい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 、ごめんなさい。申し訳ない。あ、こっちにいればいいか。あ、すいません。さあ、始まりました。デイトナ、デイトナ式の、式のおすみち、1P 側が、バーチさんのフェロン、 2P 側が、ノブさんのガイルですね。ノブさんのガイル初めて見ましたけど、こう強い、結構強かったですね。うん、しかしバーチさんもこのメインのバイソン以外でフェイロも初めて見ましたけど、もうなかなか技が結構出て攻防が早い。そこでフェイロのこれ蹴りが出て、あー、ダブルサーバー出してしまって、はい、あー、でっかな、よしましたね。このフェイロのこの劣化圏判定でかいっすね。はい、ソニック、はい、ソニック、はい、おお、すごい、いい勝負だと思いますよ。いい勝負ですよね。おー、うまい、ヒットマグリ、うまい、うまい、うまい、はい、はい、フワッシュワシよし、素晴らしい。さあ、フワッシュワシ、はい、ソニック、はい、めくりでベシベシと、おー、さあ、気まずい、うん、あー、このフェイロのこれ一発が怖い。しかし、スイットで止めて、あー、素晴らしい。さあ、バチさんの、おーっと、投げる、ほいほい、おーっと、いけるか、いけるか、あー、しかし、そこを投げて、ノブさんの投げ暴れ、うーん、素晴らしい。キャラ的にはガイルが有利なんですね。そうですね、ガイルがしっかり弾を打って全部対空で落とせば、フェイロンがかなりきついですね。パチパチと、あ、今の、ね、選択をしたけど、あ、すごい、結構いきますね、このガイル近距離リフト、すごいなと思って。さあ、これはもう、もうノブさんが、フェイロン、フェイロン、あー、これでノブさんが、1人目勝ち抜きました。次が、ニーヤさんの、剣です。ニーヤさーん、ね、はい、はい、お、スーさん来たよ、はい、間に合ったよ。あ、じゃあ、スーさん一番間に合ってるよ、まだ一番後ろにエントリーすれば間に合う。さあ、あれ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 、どうぞ。友田くんとか最近遅いから、はい、ニーヤさんの剣ですね。
さあ、新谷さんの件と、さあこれね、新谷さんはよく金子くんとやってるんでね、最近ね、あーガイル対策かなりガイルスキルが上がってますよ。あさあ変な蹴りが漏れているが巻き込まれて投げにはいかず勝利。すごい判定これね、ガイルが結構難しいっすよ。厳しいっすね。ここでショックが、そう、あーしかし今の省略権に意識を分担させてからのしゃがみ蹴りから、わー恐ろしい。新谷さんのこの選択肢の分別がうまいですね。素晴らしい。さあ開幕ソニック、今のいいですね。さあそこをショッキングやって、あー今の回収うまいですね。ノブさんも素晴らしい勝利を抑えてますね。抑えてますね。波動拳おおやばい。その前で勝利。これは青色の X 剣のまとった S 剣じゃないですかね。めちゃくちゃして今判定でかいですね。これでニーヤさんが一人抜きで、次がさあここで金子さんのガイルですね。金子くん、これは注目ですね。これ真髄カードですよ。これ真髄カードですね。金子さんのガイルはかっこいいですからね。もう動きがもうさまざまなバリエーションであって、ニーヤさんの剣はね結構やりにくるんでね、しっかりガイルが対応できればガイルちょっと有利ですね。開幕竜巻で小橋で、素晴らしい。さあ相打ちで落として、相打ち落として、おっと TBS ですね今のは、俗に言う、しゃがみ蹴り、蹴りを蹴って投げに開かず、ダイヤシーン、おーすごいすごい。さあ金子くん大爆笑。さあ2本目、さあ開幕ソニック、金子さんのこの明太キック、中キックのこのバリエーションのこのフィントからすごいと思うんですよ。ここでどういう攻めするのかね、その辺が注目ですね。しかしガイルがゲージが溜まって、あしかしこの恐怖の3段階、あしかしここ、あしかし今の飛び、ね、アッパル落ちないんですね、あれ。あーなるほど。さあソニック、さあソニカード、ソニカード、さあこっから金子がどう立ち回るのか。中キック、中パンチ、ソニカード、中キック、はい、ソニカード、ソニカード、ああ打ちを取った、しゃがみに合わせて、素晴らしいですね。さあ、注目さんもね、さあ、あーよ、1回よー、来たこれが怖い。このニアさんのこの剣、このね、飛び込みのこれ超怖い。さあ、飛び込んでいくわ、金子くん、金子さんがしっかり見ている、しっかり見て、画面端に追い詰めて、しかもこの後ろに下がりながら降りたところの中足。金子がいる、どうする。さあ裏剣、この歩きながらの裏剣が素晴らしい。あー止まってる、安定ですね。これで金子さんが、勝ちました。さあさっきから一人抜きという形で入れ替わりの状態で、ここでロードさんの X 流ですね、さあこれでどうなるか。これで一応金子さんが勝てば金子さんの一抜きっていうところですね。しかしロードさんも初めてから短い期間ですけど、かなり反射神経もすごいと思うんで、これ注目ですね。あー裏剣をうまくやって、さあしかし飛び込んで金子さんの、あー今のこの中キックの状態壊してね。さあ裏剣、波動ソニック、波動ソニック、しかし竜巻投げる、波動ソニック、波動ソニック流線はね、かなりやってるんで、やってますよね。金子さんのこの流線の対策はもう、ね、いろんなこと仕掛けないと、そうっすね、金子が崩れてくれない。このソニックを出しながら常に何かしら布石を打つような動きをするところが金子さんのすごいところというか、あーすいません投げる、そう、昇竜が漏れた。さあ飛び蹴り、さあソニック、さあ波動拳、波動拳、ソニック、波動ソニック、あー今のしゃがみ大キックの安定きました。あーしかしソニック当てる、さあソニックバシッとここ一回落ちて今の投げる、この出来とか、さあ安定で小キック、小パンチで止めて、さあ昇竜拳、中キック、さあもう、さあ残りロードつかない、さあロードさん頑張れ、ロードさんがまだいける、さあそこで、さあソニックで、さあ飛んでしまって安定のリフトアッパーで、これで金子さんが2抜けで1抜けです。さあ次が、小江戸さんの DJ ですね。DJ とガイルの試合は、DJ ガイル、あーこれはもう球の打ち合いで、さあ DJ ガイルもね結構五分に近いぐらいの組み合わせなんで、そうっすよね、これもいい勝負になると思います。さあ小江戸 DJ かなり強いんで、金子ガイル、さあどう立ち回るのか。小江戸さんの DJ、さあこれで、
さあさあさあ、ソニック、ソニック、ああ、今の、今の飛び、いいっすね。あ、さあ、これは死んじゃった。さあ、恐怖の、恐怖のコンボ来た。さあ、バシバシバシ。おー、よくガードしたが。しかし、これは。あー、素晴らしい。小江戸さん1本目パーフェクト勝ちです。さあ、金子ガイルが、ちょっと焦っているかな。あの金子さんのガイルに、パーフェクトで1本取る、すごいっすね。さあ、ソニック、ソニック、日本です。あー、しかし、今のダッシュですもんね。さあ、ここで当たる。金子さんがここでペースを取り戻すか。さあ、ここで。飛びをやって、しかしここで、あーしかし今日のコンボは危ない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 。さあここへ長井側はちょっと距離を置きたいか。さあ、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 この今日緊張感あるこの球打ち。さあ、お互い球打つ。なんとかね、このスライディングが届かないギリギリの前をキープしていけば、なんとかガイル側が球で打ち勝てば、ガイルがちょっと有利ですかね。あー今中キックですね。あー素晴らしい。全部食らう中ソニック。さあ3本目。さあスラスラで近づいていくが、金子がいるソニック打たないぞ。やっぱスライディングがソニック抜け出すという部分があるんですね。そうですね、1回ダウンしてしまうとね、めくりがきついんでね。あ今あなたですね。これはそこからどうなる。あーそれ投げる。なんとか画面端でめくりは回避。あー飛んでしまってこれは脅威だ。さあ DJ の時間か。さあ金子さん頑張れ。さあお互い広げるか、広げるか。お互いライフほとんど同じ。 DJ が若干有利。小江戸さんの DJ 恐ろしい。さあここからどう、あさあ飛んだところをしゃがみ中キック。これダブル様で、あーどうぞ。あーすごい素晴らしい。よく我慢しましたね。あぶねーと金子さんの魂の叫びが聞こえまして、次が俺らしいです。あーぶっ殺してやる。お、タストシさん、さあぶっ殺してやると。素晴らしい意気込みでしたね。いいですね。さあ、ガイル流伝統の一戦ですよね。そうですね。さあなんか最近この緑色多いですね、好きな人が。そうなんですよね。意外と結構いますね。セロテープさんも確か緑色のザンギ使いますよね。そうですね、セロテープさんは緑統一ですよね、キャラが。さあ金子ガイル固い立ち回りですね。さああとは相打ちを取って、さあしかし龍が、あ飛んだ、飛んでくれれば相打ちを取ってなんとかソニックで削ってダメージ勝ち。さあ竜巻は見られていて、さあ昇竜ぶっぱしたが当たらない。おお中が一。さあまあやりおる。優先は慣れてる感じですね、やっぱり。セロさん変わりましょうか。あー思いっきりぶっ殺されました。もう完全対応と言われちゃいまして、金子さん激強でしたね。さあここで、前回第18回デイトナ式の大会、ドナルド・トランプ大統領就任日前日に優勝したチャンプセロ様の、バロログですね、バロログと、チャンプセロ様の、バロログと、金子ガイルですね。ですね。でもセロさん、セロテープさんのバロログもかなり手強くなったんじゃないですかね。これね。そうですね。だいぶ上手くなってます。そうですよね。多分最も今デイトナ式のこの対戦会、この式の最も絶好調と言われるこのセロさんが、あーしかし金子さんがめくりが見えないですね、やっぱり。いやーきついですね。金子さんがかなり冷静な試合運びで一本取ってますね。さあソニック、ソニック、さあセロさん頑張れ。さあ前回の覇者、ソロテープさんのこちらのバルログ、さあどうなるか。打ち切りましたね、金子さん。ああしかし今のいいですね、今のいいですね、素晴らしいですね。ピオリーチでしたね。さあドナルド・トランプ大統領就任日前日にチャンプになったこのセロテープさんが、さあここで金子さんから1本取るか。さあ頑張れ。さあこれしかし金子さんも非常に冷静な運びで素晴らしい。さあそうソニック、今のソニック精神的にかなり有利になったか。ああしかし、ね、ああやってしまった。さあ頑張れ。さあこの際の攻防がどうなるか、ここがスパズ X の面白さ。さあこっからさあギリギリの、さあおー投げた、最後は投げた。これは俗に言う長田投げの
バルログ版というところですかね。素晴らしい、ね、お見合いからのそうですね、昨年ね、ちょっと歩きましたけど、そうですね、昨年まさに昨年のフォックスの中田さんの活躍を思い出させるようなこのセロテープさんのこのシースルーバルログというか素晴らしい。さあ頑張れ。さあ、大統領は4年に一度変わると言いますが、まさにこの、今日データの式で歴史がまさに変わった前回の第18回、式の細道チャンプスロ様、今ここでなんと谷川さんにかなり押している。さあこれは恐怖の大学期間があるのか。さあいけ。さあそうしかし金子様冷静な運び素晴らしい。さあまだわからない、これはまだわからない。さあここからどうなる。さあ先ほどと同じ状況ですね。金子さんの完全対応も素晴らしい。しかしスロさんもまだわからない。さあおーっと最後投げで素晴らしい。まさにセロテープさんのバルログ素晴らしい。今のはすごかったですね。すごかったですね。いやー、まさに今回も何かが動きそうな、ものすごいスローテープさんのバルログ。さあここで次がね、ゲロさんガイルですね。再びガイル、ゲロさんガイル、これもしかしこれもまだ勝負はわからない。さあ始まって、さあこれ、あ、今の最幕ソニック素晴らしかったか。しかしそこを大キックで当てるの素晴らしい。さあめくりて、さあそこ投げる素晴らしい。さあしゃがみで、さあ踏んで、あ、今のしゃがみ一番いいですね。でソニック当てる。さあまだわからないです。あ、今回このセロさんのバルログ、あ、今のいいですね。今の投げはいい。さあこれバシバシと、あー今の決まるか。あー違う。さあお互いほぼ現状同じね。まだわからない。さあいけるかいけるか。さあここでさあソニックで様子見、いいですね今の。おー素晴らしい、ガードしちゃいましたね。ガードしちゃいましたね。素晴らしい。ネロさんのガイル1本飛びました。さあここでキャンプセロの牙城を崩せるか。さあ今のもサマソードいいですね。さあここでさあ手に来たか。さあさあ頑張れ。さあね、おー今の蹴りいいですね。いいっすね。対空、空対空ちゃんとしてますね。ネロさんの今の蹴りは非常に精神に有利になったと思いますね。しかし、あ、この今回のこのセロテープさんのバルログのこの俗に言う長田投げっていうのは今までも割と見てなかった方なんで、割とそうですね。今勇気いりますよね。勇気いりましたね。これはハイリスクハイリターンでのこのバルログをこの動きをさせる。さあ、しかしまだ3本目、これはまだわからない。さあ、デイトナー式、こちらの方のゲームセンターが今お受けしております。ミニの大会式の細道。さあ、前回の覇者、チャンプスロ様が、こちらの方バルログの方で今進めていますが、さあネロさんも頑張れ。さあいけるぞ。さあしかしここでめくりのところやろうとしたが、なんと恐ろしい、ね、セロさんのバルログがこれで2勝です。さあここで川島さんの DJ ですね、ですかね。まさに今ノリに乗ってるセロテープさんのバルログ、ここで川島さんの DJ、 これも注目ですね。さあここで、さあ今日やる、今の蹴りは素晴らしいですね。さあここでパシパシパシとやるところを選択を。さあここでしかしこの川島さんバルログどうなんですかね。めくられると何もないはずなんですよね。今の川島さんのこのこの動きからの戸惑いがすごいですね。あ、しかしちゃんと今受け身取りましたね。さあこれペシド冷静な試合運びで、ジャンプジャックパンチ強いですね。川島さんが1本取りました。さあ4目、さあこれ、あ、今の前後の動きのところを川島さんはかなり冷静に見て、まあ、対処しましたね。あ、しかし今の爪の当てるのすごいです。さあこれ転ばして、さあさあさあセロさんの逆転が来るのか。あ、今の選択肢は今のいいですね。さあ転ばして、さあここで投げる、再び投げる。あ、最後はスライディング。いやー、この辺はやっぱり本キャラのザンゲフが非常に生かされてる部分があるというか。そうですね、すごいですね。いやー素晴らしいですね。まさに今ノリ、最もノリに乗ってるセロテープさんのこの戦い。しかしそれを投げることで躊躇がないですか、ね、そうですね。しかしこの川島さんもこの冷静にこのフェイントをかけながらこううまく当てていく。さあこれ、さあこれかなり、さあこれ恐怖の DJ のコンボです。しかしそこをうまくガードして、あー今のは良かったが、さあここでまた、さあここも来る。さあこれまだわからない。さあこれ投げる、いやすごい、川島さん今の投げをちゃんと君を取って、はい、取りました。いやー、ね、素晴らしい。でもセロテープさんの今のバルログも素晴らしかったですね。さあ次に、ここで2回転さんの、フェイロンですね、2回転さんは久しぶりに、来られまして、2回転さんのフェイロン初めて見ますね。そうですね、僕も見たことないですね。最近ハマっている、うん、あーなるほど、式の細道初参加ですね。式の細道初参加です。さあ2回転さんのフェイロン、さあここで、あ、しかし川島さんの DJ が今冷静に返して、
さあ、ああ厳しいですね。やっぱりフェイロンからすると DJ は厳しいですかね。そうですかね。はい、そこで神君、そこでうまくしゃがむ。この辺は二回転さんの本キャラのバイソンの動きが生かされるのか。しかしこのフェイロンからするとこの当てるところ超面白いでしょうね、これがね。あ、しかしこれ今の肘が恐ろしい。相模中間には繋がるんですね。パシ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 と、さあパシパシパシとやるが、二回転さんもガードして素晴らしい。ここで当てて、さあこれ、さあこれやるか、そこで、そこで、あーめくりで、めくりが出てしまって見えないめくりですね。これで川島さんが二人抜きですね。次に山本さんの竜ですね。山本さんの竜で、その次が、ポワトリンさんのバルログで、スーさんの、ダルシムという形ですね。さあ、竜とダルシムですね。これも非常にお互い万能キャラっていう部分であって、非常に攻防が面白い形になっております。さあ、しかし竜のこの、山本さんが端に落ちまでか、これがまだわからない。さあ、ここでどこでうまくここで竜のところで、飛び込んで、やるところで、こう、さあここで DJ のこのコンボをうまくガードして、さあしかし、あーしかしこれ、あ、今の大パンチは良かった、素晴らしい。さあここで、さあハード、ここで、あーしかし多分今の10パンチ狙ったんですかね。これは DJ1 本取りましたね。川島さん素晴らしい。その2本目、今の開幕大パンチ良かったですね。山本さんのこの積極果敢な攻めっていうのも素晴らしいと思います。ああ今の勝利素晴らしい。そこでた、さあこれが山本さんの真骨頂のこのめくり竜巻のこのフェイントが素晴らしい。さあ一本取るか、さあ頑張れ。ああしかしここで打って、さあこれコンボやってペシペシペシと、ああすごい。ここをガードしないでジャンプで大キック、後ろジャンプ大キックで一本取るという素晴らしい。そこで波動拳、波動拳大きくね、さあエアスラッシャーと波動拳の試合、ここで山本さんの竜が8人が、あーしかし大勝利出してしまった。さあこれ、さあ DJ に飛ばせるところを予想したいところから、 DJ も DJ で飛んだところをうまく当てて、今の蹴りがいいですね。さあこの今のコンボ、ガードはしているが精神的プレッシャーはかなり大きいと思いますね。さあこれ、さあ川島さんのこの素晴らしいガードからの投げ、これで川島さんが3人抜きですね。さあここでポワトリンさんの、バロログですね。ポワトリンさん、高橋名人と名乗り、あるいは他の、いろんな名前がありまして、メインキャラは本田ですが、今回はなんとバロログということで、青いバロログで、来ました。さあ、さあ、青いバロログ、今回バロログ、探検2人ですか。さあ、今回どうなるか。今のヒョウのところを、回数川島さん素晴らしいですね。確かに今のガードして、いやしかし川島さんの DJ はこうやって攻めていきながら、素早い動きでやるんで、相手する側からすれば考えいながらもその場の直感で判断するっていうのがかなり最初は難しいかもしれませんね。しかしそこをバロログ今の、今の転ばせるの素晴らしい。さあ大キックだけどペシッ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 と、さあこれやって川島さんでキック、ヤスラッシャー、さあこれさあ大キック、さあこれやって、さあヤスラッシャーでさあやって、さあ今のヒョウはいいぞ。さあヒョウ、おい、さあここでヒョウのコンボが見えるか。さあ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 ここで、あーしかしヤスラッシャーが当たる。さあ川島さんが有利だが、まだ体力がまだわからない。あー今の危険は素晴らしい。さあしかしスワコンをガードして、あーしかしヒョウは今素晴らしい。さあここからどうなのか、おっと、あーまだわからない。さあ、おー素晴らしい、タイミングドンピシャでここでポワトリンさんのバルログが1本取りました。さあ3本目、さあポワトリンバルログ、美少女仮面をまとった恐るべき青い仮面。さあこれ、このヒョウの部分で今のヒョウからの今の投げは素晴らしい。さあピシ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 と、さあ今やって、あー今のピヨって素晴らしい。川島さんがかなり冷静な運びで、さあこれで川島さんの DJ が4人抜きですね。4人抜きで、さあ次がスーさんのいきなり、1周目から本気のダルシム、うわー勝負いきなり出てきましたね。さあスーさんのダルシムと、川島さんの DJ ですが、川島さんも DJ 使いなんで、非常にこれもまた
対策が分かってるかもしれませんね。さあ一応自称メインは竜だって言ってますよ。あ、そうなんですか。スーさんのメインは竜なんですか。自称ですけどね。自称なんです。ダルシムしか見てないんですけど。ダルシムか、失礼いたしました。ダルシムがね、メインだと思ってたんですけど。あ、そこでさあお互いスパコンのゲージが溜まってるか。いやこれはかなりスーさんのダルシムが有利。さあヨガファイヤー、さあここからよーしか、今のは逆転したかったが、リバーサルアタックやったが普通に食らって、さあここで1本目スーさんが取りまして、さあ今の開幕しゃがみ切り素晴らしい。この DJ のこの肘が怖いですね。あー今の、いやー恐怖のピエリサバシバシッと。あーしかしここでさまだわからない。あーすごい、この肘が DJ の肘の判定が素晴らしい。さあこれ3本目。さあデイトナー式、埼玉県新座市のデイトナー式から、お送りしております。スパツ X、対戦会ミニ大会式の細道1周目ラストの、スーさんのダルシムと、川島さんの DJ を、お送りしております。さあこれ、さあこれ蹴りをやって、さあ蹴りをやって、さあしゃがみキック、パンチパンチと、さあスラッシャーとヨガファイヤーと、さあ、あーしかしお互いほぼ同じゲージ。さあ体力ほぼ同じ。さあこれは分からない。さあここで、お、今の隙を拭ってのスーさんのダルシムのパンチ素晴らしい。さあこれで、川島さんが4人抜きで止まって、スーさんのダルシムが1本目突然。さあここから2周目、さあここで2周目金子さんのガイルから始まります。さあこれは注目の対決。さあスーさんのダルシムと金子さんのガイル、注目な対決です。さあここから、さあ開幕どうなる。さあ今のしゃがみは、しゃがみのガード素晴らしい。あ、もうガイルからすると非常にダルシム苦しいキャラだと思いますが、しかし金子さん頑張ってほしい。さあここで今の蹴りは素晴らしい。さあ飛び込んで、さあしゃがみキック、さあソニック、さあソニックでここで飛び込んで、さあしゃがみ蹴りで、さあソニック、さあここで飛び込んで、さあそこでチョップで今返して、しかし体力ほぼ同じ。これはまだ分からない。さあこのデュアの攻防からどうなるか。そこで、さあ蹴りでソニック、さあヨガファイヤー、ソニック、さあここで、ああ、しかしこれはもうしょうがない。ああ素晴らしい、スーさんのダルシム1本出ました。さあ2本目、さあサムソルト、ペシペシペシと、おー素晴らしい、おーすごい。さあ金子さんのガイルの真骨頂が今ここで出てきて、見事な2本目パーフェクト勝ちです。さあ3本目、これはもう勝負がわからない。さあさあソニックで、ソニックで足を出してヨガファイア、今のジャンプの感触はいいですね。さあ今のソニック当たる、そこで飛ぶか、さあジャンプ大パンチ、さあしゃがみ台キック、さあソニック、さあしゃがみ台キック、ソニック、さあソニック、さあこれ、さあこれ、さあソニック、おーすごい素晴らしい。金子さんのこの安定した動きで、しかかなりこのリスクのあるダルシム戦で1人目抜きました。そこでニーヤさんのホンダですね。さあニーヤス、ここでニーヤさんのホンダ、さあこれはどうなるか。ニーヤさんの本キャラホンダ久しぶりに見て、個人的には非常に嬉しいですね。さあそう、これは注目の対決、金子さんのガイルとニーヤさんのホンダ。さあ開幕でこの張り手のこのズンと全身に歩くところが、もう現代に蘇ったローマ式戦車のように、ものすごいニーヤさんのこの動きはまさにもう足の方にタイヤが、戦車のタイヤがついてるかのように、このプレッシャーがすごい怖いんですね。もうホンダのこのプレッシャーがすごい。しかし金子さんもまさに非常にこの対処が素晴らしく、今回冷静な試合込みで今1本取りました。足合い今の開幕はこれは素晴らしいか。さあこの恐怖のソニックをどう逃れるか。さあしかし、お、今の手強さ、さあここから、さあ来た、さあ来た、ニーヤさんのこの真骨頂来た。さあここで、さあ張り手張り手、ああ恐ろしい、素晴らしい。これでニーヤさんのホンダが1本取りました。さあ3本目、さあ今の全身で歩く、さあこの今この全身で歩いてフェイントをかけながら飛ばせるのが素晴らしい。
さあソニック、ソニック、さあこの空間の模様の空気をどこでどうやって壊すかっていうところ、さあソニック、さあ今の時をやって、さあさあさあここで、さあ来た、さあここから見つかるまでわからないですよ。ああ今のこの恐怖の先読みから、ニーヤさんのこの飛び素晴らしい一本取り、これでニーヤさんが一人抜きです。素晴らしいですね。さあ次がノブさんの剣ですね。はい、さあ金くん、ああしかし今のどうするどうする、さあこれ、ああしかし今のこのニーヤさんの意識配分のこのフェイントのかけ方が非常に相手からすると戸惑うが、さあノブさん頑張ってほしい。さあこれ、さあこれを一応投げで、さあこっから恐怖も来て、さあさあ勝利を出してしまってニーヤさんが安定で1本取りました。さあ2本目、まずこの喧嘩すると後ろに下がってしまうと、この辺はまさにニアさんのこの、さあ今の勝利権素晴らしい。さあこれ、あしかし倒して、さあここからどういう投げか、さあやっぱりもう一度投げか、さあ波動拳、波動拳、さあこの張り手か、あしかし今のノブさんのこの果敢なこの攻めのあの膝蹴り素晴らしい。あー今すごい、これがノブさんのこの勝利権のこの素晴らしいところ。さあさあこれで、さあ一応やって、さあこれ勝利拳、さあ勝利拳、波動拳、波動拳で、これあのしゃがみ切りで波動拳、あしかし張り手が当たる、しゃがみ切り、波動拳、波動拳、これしゃがみ切りでやって、さあしゃがみ切りでやって、さあーすごい、いやーこの間合いをうまくキープしながら剣の飛んでくる部分に対しての対処が非常に素晴らしいニアさんが、これで2人抜きです。さあ次は、ここで、ネロさんのガイルですね。ネロさんガイル、さあ注目です。さあしかし本田というこのガイルにはかなり厳しいかもしれないが、さあ先ほど、金子さんのガイルにものすごい大逆転をしたニアさんので、今日もノリに乗ってますね。さあさあそこでソニック、さあこれ、さあ今のネオさん、おーこれはいいぞ、これはいいぞ、さあネオさんのこの今のこのいいぞ、このシューキックからのソニック素晴らしい。最初投げる、さあこれは、さあこれ一本取るか、さあこれはいけるか、いけるか、さあソニック、ソニックでやって、さあこれ、あー今の恐怖の三段素晴らしいですね。さあ際のこと、さあここまでわからない、あー今のリフトアップは良かったか、さあ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 まだ、さあいけるか、さあここで、あー非常に惜しい、非常に惜しい試合、いやー今のネオさんのガイルのガイルの素晴らしかったか、3本、さあニアさんの問題がかなり先を読んでいったか、そこでさあソニック、そこでやってシューキック、ここでやって、さあここで、さあここで飛んで、さあここでニアさんからすれば今日攻めを飛んでいきたいが、さあガイルがゲージが溜まって、さあ音のニアさんもゲージが溜まってる、さあここでさあちょっと飛んで、さあ張り手しゃがみ切り、あー恐ろしい、ニアさんが安定でこれで1本取りまして、さあ次が小江戸さんの、ベガですね。さあ小江戸さんのこのベガも素晴らしい、さあこのよう、さあさあさあベガのこのキャラで本段相手にはかなり強い、しかし小江戸さんのベガもかなり素晴らしい、さあこの蹴りの蹴りで、さあこれで、さあどうする横の攻防ですね。しかしこの横の子、しかし今の上の方に行きながら、さあしかしお互い上に行きながら、さあこれはきつい、さあ今の膝蹴り、さあこっからさらにやって投げる、コニーヤさんが休ませない、さあ2本目、おっと今の蹴り素晴らしい、ここでやって、さあこれ、小枝さんが投げる、そこでやってビシッとやって、あービシッとやって、さあ投げる、ここでさん投げる、恐ろしい、宮さんのその安定したものすごい試合ぶりが輝いていまして、さあこれで3人抜きで、ここで次が2回転さんの本キャラバイソンですね。さあこれを止めることができるか、さあこの金子さんの4連勝、川島さん4連勝、ニーヤさん4連勝ですが、ここでニーヤさんが勝てば1抜けですね。
ここでさあ今さあ二回転さんの本キャラのこのバイソンがさあこれで本田とバイソンでこれでどうなるか。あーこれはーちょっとおいっときてさあおーゴチ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 だいけるいける。あーしかしあーまだわからない。おー素晴らしい回転さん素晴らしい、デイトナー式、式の細道今お送りしております、埼玉県新座市の、デイトナー式こちらのゲームセンターから、スパツ X ミニ大会式の細道を行っております、今回初参加の、2回転さんのバイソン、今そこで勝てば、新谷さんの4連勝止めることができます。しかし新谷さんのこの勝負間際のこの攻防恐ろしい素晴らしい。さあこれ3名さあここで2回転さんが勝てば、4連勝が3人並んでここで新谷さんが勝てば1抜けとなります。暫定1抜けですね。さあこれで、どうなるか。さあドスコイをやってさあビシビシとやってそこで張り手をやってさあここでドスコイをやる。さあこれ今の蹴りは素晴らしい。あーしかしさあいけるか。これは2回転さんかなり有利な展開。あーしかしやった。さあこれはまだおーしかし50やった。素晴らしい。これで2回転さんが1人抜けてきっちり刺してきました。ニアさん4人抜きで止まりました。さあ次がバーチさんのなんと同キャラのバイソンですね。さあバイソンの試合さあどうなるか。私 100% バイソンとやることになりました。あ、そうですね、次はロードさんの試験ですか。どっちが勝ってもバイソンが相手という。いやーもうさあ上にやってさあここでああ今の2回転さん素晴らしいですね。早いここで2回転さんが勝てば2人抜き。しかしバッシュさんも頑張ってるし。さあ今の振り向きが良かった。ああ今の素晴らしい。今の2回転さんスパコンのゲージは素晴らしいが、しかしまだ全く休ませることない。ここで2回転さんが2人抜きで、次が、ロードさんの S 剣ですね。さあここでどうなるか。今回の大会唯一の S キャラの、違いますね、S 流、スーさんの S 流もいますね。さあスーパーケンドのロードさんと、バイソンの2回転さんですね。さあ S 剣のこの判定のデカさからこのかなりこれはロードさん前線してこれかなり有利。さあ勝利権のうまくいっていくが、さあこの恐怖の当たり判定のデカさでロードさんの S 剣が逆転ですか、それとも今バイソンがスーパーコンボのゲージが止まってる状況。あー素晴らしい。ロードさんも素晴らしかったがこの2回転さんの冷静な判断から状況を被ってるじゃん。あーパシッパシッゴーっと素晴らしい。パーフェクトに冷静な素晴らしい試合運びで二回転さんがこれで二回転さんがこれで3人抜きですね。さあここで、注目の川島さんのダルシムですね。あしかしすごい二回転さんの今日のバイソンノーリンで乗ってますね。恐ろしい。今回式の隅初参加、西のプリバーサスの配信で、いつも、お見になっております。こちらの2回転さん、こちらの方で、式の細道、今回初参加で、非常に絶好調な感じで攻めておりますが、しかし川島さんの誰しもさ今のかっこ、あ今の蹴り素晴らしいですね。これあしかし2回転さん今のパンチでさあそこでセッカンでそこでどうなるか。しかしすごい今のはかなり冷静に見て川島さんが1本取りました。さあ3本目
あ、金子はこのアップで、あー、しかしなんという恐怖の振りか、あー、ピヨってしまって、パシーパシーパシーとていくか、しかもまだ分からない、さあこれ、あー、まだ分からない、あー、これで2回転さんがなんとパーフェクトで4人抜けました。あー、じゃあ次、お、俺ですね。いやー、きついけどリアルしかねー、頑張っていきます。はい、そしたらタツトシリュウと2回転バイソンということで、ちょっとキャラ差を考えると厳しいっすね、リュウっていうところですかねと思ってます。開幕はグランド、つまきで抜けて昇竜グッパー当たらず、ナイス波動ですね、ナイスチュラシ波動ですね。バイソン早いっすね、ゲージ玉のもうスーパーゲージありますね。画面端でごちゃごちゃっとして、もう竜は波動打てないな。最後はダッシュグランド、開幕昇竜はすかされてしまって、あっという間画面端ですね。あーっと光ってしまいました。ちょっと圧倒的すぎましたね。いやー、竜には厳しいですね、やっぱり。いやー、2回転戦強かったですね。次が、あ、フォアトレンさんの、バルログですね。バルログでずっと、1周目と同じく、バルログバイソンですね。あ、しかし、あ、今のすごいっすね。このまま2回転さんが今、4人抜きなんですけど、もしここでフォアトレンさんのバロログに勝てば暫定1位抜けっていうところですかね。さあ今のひょう素晴らしい、そこでひょうでやってひょうでやって、あ、今のひょう素晴らしい。さあこれいけるか、いけるか、いけるか、おー素晴らしい。さあ3本目、左手、さあ強でやって、ポシポシとやって、さあ強でやる、強でやる、さあこれフォアとやって、おー今のケア素晴らしい。さあいけるか、いけるか、いけるか、あ素晴らしい。これは2回転さん見えていた。しかし、パートレンさんもかなり頑張って、すごい。そこで、次が山本さんのチュンリーですね。まさにすごい。このベアナックルの歴史から、クイーンズベリーが考案したボクシングという競技の150年の歴史をまさに体現していると言わんばかりのこの2回転さんのバイソン。恐ろしい。しかし、ここで、黄色い悪魔のチュンリー、山本さんのチュンリーが、さあこれどうするか、しかしかなり追い込まれている。さあ頑張ってほしい。あ、今の蹴りはいいですね。さあしかしここでめくろうとしたが、冷静に試合運びで2回転さんが1本取りました。さあしゃがみ蹴り、さあここでしゃがみ蹴り、さあ今の気候圏は素晴らしい。あ、今の投げはいいぞ。さあ、ね、さあ中キック中キック、さあ投げる、さあ頑張れ四つさん頑張れ。しかし2回転さんのこのここからのゲージが溜まってからの逆転が十分にあり得る。これがバイソンの怖さ。さあ100レース、さあチュンリーもゲージが溜まって、ああしかしゲージでガードした。ああしかしこれを投げて素晴らしい。ここで山本さんのチュンリーが1本取りました。さあこれは分からないぞ。さあ3本目、さあこれ見て、ペシペシとやって、さあこれ、あー今の止めながら動いて、そこでやって、さあこれペシペシとやって、さあこれシュールケンドやって、かなりチュンリーからすればプレッシャーだが、さあ飛んだところをうまくサコラワでやって、あーしかし今のナイス、さあこれ投げる、そしてゲージガードして、おーっと戦術ゲードしてが素晴らしいガード。さあ気候圏、気候圏で、さあ気候圏でやって、さあ気候圏でやって、
かし残りタイムが18秒のところを飛んでしまって、これで2回転さんが7人抜きですね。恐ろしい。さあここで前回の覇者チャンプセロ様が、ザンギエフで、出てきました。さあセロテープさんのザンギと、2回転さんのバイソン、注目ですね。何気に多分見るの初めてだと思いますねこの2人の対決見るの初めてですね、まあ、ちょっと個人的に楽しみですね。しザンギがバイソンに対してはかなり有利という部分でも、しかし2回転さんのバイソンが素晴らしい。ああ今飛び素晴らしい。そこでチャンプスローの本領回帰か。しかし、あしかしスーパーコンボ今のガードしてスクリュー素晴らしい素晴らしい。前回の覇者チャンプセロ様の、ザンギが1本取れました。さあしかし2本目やってダブラリー。さあこのセロテプさんのこの噛みつくかのこのフェイントが素晴らしい。ああ今の素晴らしいこのスクリュー。さあこれはさあセロ様がセロテープさんがこれいけるか。ああこれ素晴らしい。おー素晴らしい。なんということでしょう。まさにここで2回転さんの連勝を止めてセロテープさんが1本取りました。そこで、次が2周目最後、スーさんの、スーパーリュウですかね。さあスーパーリュウ、多分四季の細道ではスーパーリュウ自体出るのは初めてかもしれませんね。さあ今のシャグシ中キックからのこのファイアード素晴らしい。さあハオケンハドケン、さあこれ切りをやる。よし勝利拳。さあハドケンハドケンハドケン、さあ中キックこれやってペシペシとやって、こっち球ハドケンハドケン、さあこれやってペシッと投げて勝利キック、波動拳波動拳、さあこれ中級がある。ああ今の蹴りはいい。今のパンチ素晴らしいですね。よしセロさんも頑張ってほしい。ああすごい今のスーさんのこのフェイントのファイアード素晴らしい。これでスーさんが1本取りました。さあ4目、さあ今の飛びからのスクリュー、さあこれいいぞ。さあこの際の攻防でどこで転ばせようと言いましたか、そのファイアード。さあ中キック、あ中キック飛びする。さあいけるか。そこでああ田島ひとうまく飛び込んで、前回の足はセロテープさんが1本取りました。さあ3本目、さあドブラリーこれでシャグミ中キック、ハイアードハイアード、さあ波動拳波動拳、さあ中キック、あー素晴らしい。スーさんのこのスーパーリュウのフェイントは素晴らしいですね。さあセロさん頑張ってほしい。さあまだ勝負わからない。さあここからザンギの逆転が来る。さあこれさあまずパイロットは S キャラなんで受け身がない。さあこれさあこれボディアタック、さあかなりザンギが有利になった。さあセロさんが来るか、それともスーさんのこの恐怖の波動拳フェイントが来るか。さあまだわからないぞ。あー今だこの場所うまい。さあまだわからない、まだ時間いっぱいある。さあ飛び込み素晴らしい。さあここでショートエープさんが2勝で、これは3周目は順番はまずネロさんのですね、ネロさん、ロードさん、金子さん、ポアトリンさん。さあここでネロさんのガイルとセロテプさんですね。このデートなし家の対戦会の主催のお二人の、対決になります。さあさあこれはどうなるか、ね、さあこれさあさあデートなし家こちらの方、お送りしております。スパツ X 対戦会ミニ大会式のおすめし。さあ今、3週目というかこれ最後で今、この式のデートなし家の対戦会主催を行っております。セロテープさんと、ネロさんのこの2人の対決今行っております。さあ今セロテープさんが今1本取って、さあしかしまだ分からない。これはまだ今の開幕ソニックのネロさんのこれは素晴らしい。さあソニック中キック中キックソニック、さあいいぞこのソニックソニック。さあ今のこの飛び込んでからのさあサマソン素晴らしい。あー今のそのうまく読んで、しかしガイルがネロさんがかなり有利。しかしあーここでセロテープさんが違うのか。さあそこでさあスクリューした。さあここからどうなるか。さあ今のソニックは素晴らしい。
今の近寄ってからのスクリューというのはすごいっすね。いや、セロテープさん乗りに乗ってますね。ゲロさんも非常に惜しい試合で、これでセロテープさんが2人抜きですね。次が、ロードさんの S 剣ですね。さあこのロードさんのこの今の飛び込み体勢のあれかのあれですけど、この球を出させるのを誘ってからのこの飛び蹴りのこのフェイントが素晴らしいですね。エスケラーナで受け身がないんで、いやーこれはちょっと不本意ですけど、ノリに乗ってるセロテープさんに頑張って勝ってもらわないと、そうですね、人気目がめんどくさいことになっちゃうんですよ ね、そこでさあマジで、さあ勝利拳、さあここで飛び込んで、さあダブラリー、やっぱりこの S 剣のこの反転で素晴らしいが、さしこのセロテビさんの果敢なこの攻めのこの蹴りからの、ハード拳、ハード拳、チキック、ハード拳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 、ああ、さあ3本目、あしかしこのジムタス、このエスケンのこの判定のデカさが怖いんで、ザンギとしても怖いところが、このセロテビさんのこの果敢なフェイントのこの掛け合いっていうか、さあ今のダブルはすみません、さあここからさあ今一瞬間を置いてのこのゲーム素晴らしい、なんかね、しかしロードさんのこのさあこれもさあ中キック、ハドケン、ハドケン、これが怖い、あー今の大キックはすごい、あちで、さあこれさあこれロードさんが、ロードさんがいけるか、あーいけるか、さあ勝利拳、さあこれ転ばして、さあこれさあまずここでスクリュー、さあまだわからない、さあこれ転ばして、あ素晴らしい、なんとロードさんがセロさんに勝って、ここで止めましたが、なんとすごい、まさにチャンプのこの俺がとセロテープさんがおっしゃるってましたが、なんとロードさんがここでセロテープさんに勝つというまさにデートなしきのさらに若きスーパーヒーローが最後、一回締めまして、さあこれで、決勝リーグという形で、進めたいと思います。さあ、金子さんのガイルと、ニアさんホンダ、金子さんガイル、川島さん DJ、川島さん DJ、 この3人が同じ4勝で3戦、あ、ニアさんと川島さん、川島さんは川島さんは今いやー、ロードさん素晴らしいですよね。あ、いや、おめでとうございます。今、決勝の方法に関しまして、今、競技を行っております。少々お待ちください。優勝経験がございます、川島さん、ニアさんという形でない形での優勝経験がない形のお二人という形で、金子さんのガイルと、二回転さんのバイソンの決勝ということになりました。さあ、二回転さんがなんと今隣の方でゲームをやられていまして、少々お待ちください。両方やってます、埼玉県新座市の、デートナー式、式駅から歩いて1分にあります、このデートナー式の方で行っております。さあ、第19回デートナー式の細道決勝戦始まります。わー、わー、初めて数ヶ月の人でも、そう、初めて数ヶ月の人でもに勝てます。チャンプに勝てるで初めて勝ちました。俺にも勝てる僕はわかりやすく言うとスパ2と同い年なんで、あースパ2と同い年、素晴らしい X じゃないですよ、いやこれがスパ2X のこの面白さですね、
さあ、二回転さん初参加の、二回転さんのバイソンと、金子さんのガイル。さあ決勝始まります。なぜ私がマイクを持っているのかさっぱりわかりませんか。皆さん対戦をしてるんで。これは圧倒的にバイソンが有利ですよね。そうですね。まあなんと難しい。そうですね。もう実力白昼というばかりのお二人なんで、非常にこのもう今見てる中でもお互いまだわからないですね。どちらが有利に勝つか。今のこの金子さんのこのああ金子さんの今バイソンが降りたところ中足も素晴らしかったが、そこをまた技を出そうとしたところにスパコンを当てるという、こういったところが素晴らしいですね。二回転さん今日かなり乗ってますね。素晴らしい。いやガイルのスパコン使いづらいですからね。しょうがないですね。そうですね。さあソニックね、パシッパシッとソニックソニックでこれやって下段下段おー今のサマソース素晴らしい。ソニックの手に当たってしまった。素晴らしい。これで2回転さんが1勝目ですね。牽制して下段下段。さあソニックに注意しながら下段を牽制していく。さあガイル側をひっくり返せるか。さあここからスパコンに注意しながらバイソンの一撃が怖い。さあどうする。おお見事に読んでました。飛ばなかったガイル。金子さんのガイルもこういった感じでサコパンで牽制、強いんで分からないですね。この決勝様さあピヨッタパシッパシッドーンと入れた。ちゃんと入れた。パシッパシッドソニック。さあ削れるか。ソニックさあここでアドバンテージを取りたい。おお素晴らしい。1-1きっちりリーチの面で刺していく。さあ1-1。さあ3戦目ソニックを今まで通り当てていく。下段をバイソンが振っていくが、さあこれにうまく対応できれば。おジャックソニックが入る。3段はガード、さあソニックでなるべく間を取っていく。さあ壁際ここが大事。さあスパコンが怖い。おー刺した。今のバイソンがスパコンゲージ溜まって打ちたいところ、ね、素晴らしいですね。金子さんがこのまま優勝か。さあ壁際じゃない限りはバイソンのスパコン刺さっちゃいますから ね。あそれとベシベシソニック3段はガードソニック。さあ近づかれたくないとソニックを振る。さあスパコン溜まった。おー今ここは大事。少しですね、ガード。おーガードしてたところを間に差し込む。なんと素晴らしい。初めて見ました今こんなの。これで金子さんがリーチですね。リーチですね。 2-1 です。さあここからさあ金子がいるリーチ。バイソン側下段を振ってガードさせる。きっちり見ていた。ソニックソニックソニック。さあソニックを間髪入れず入れていく。おお見えている。あ今のゴチゴチゴチ。さあ投げられるがこの後ゴチゴチもう一回ここあーわー厳しい怖い。あーあー素晴らしい。あのループに入るとなかなか厳しいですね。タミキャラだと余計に厳しいです。さあもうこのソニックが当てられなくなるのが一番怖い。ガイル側避けられたら
最後と言っても過言ではない。さあスパーコンゲージを頑張って貯める2回転さん、はい、さあソニック1回当てれば終わるというところ、うん、コパン、さあスパコン怖い、おーリーチを生かす、うん、さあここで金子ガエル勝つと、うん、さあここで金子さんが勝つと優勝ですね。さあさあさあリーチガエルに夢を与えるのか、たまた最後まで定番のバイソンが持っていくのか。さあこの状況、この状況スパコンが怖い、ナガソニックは打たなきゃならない、怖い、見てる、さあスパコンが怖い、あーミリだっけ、あーすごい詰みでしたね。これはこれで2回転さんも2勝でお互いリーチ、最後まで次が最後の決勝、持ち込んでいった。さあさあ13人の中からの2人、今日19回は最後ガイルとバイソンになりました。さあリーチ決勝、さあさあ下段を今まで通り振っていく、さあガイルはそうですね、このきついっすね、この距離はもうしょうがないですね。さあこれで2回転さんがリーチ、ガイル側はソニックを振っていかないとどうしてもしょうがないものがありますから、うん、リーチを生かして、さあスパコン溜まってしまった、まずい、まずい、そこまでわからない、おー、これで2回転さん優勝素晴らしい、初参加にして初優勝おめでとうございます。第19回、デートなしき四季の細道、今回の優勝者は、2回転さんです、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、ヒーローインタビュー、行いたいと思います。放送席、放送席、レディス&ジェントルメン、今回の優勝者、四季の細道第19回初参加、19回すごいですね、初参加にして、そうなんですよ、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー素晴らしい、今日はかなり最後の攻防も非常に見てて、本当負けかけてたところから無理やりぶっ殺したんで、今日はどうでしたか今回の大会出てみて。面白いですね、面白いですね、いいシステムですよこれ。そうですよね、やっぱりその勝ち数で決まるっていう部分があっても、はい、どんな相手が来るかわからないという怖さというか、これあーまあそっか、そうです ね並びが運絡みっていうのがありますけども、なかなか面白かったですこれは。そうですね、はい、ありがとうございました。ものすごい冷静な試合運びで全くテンパってます、テンパってますか、まあもう非常にね、もう非常さがキャール、もうダイナマイトキットのような非常な強さをねまさにボクシング150年の歴史を体現した2回転さん、おめでとうございます、ありがとうございました、お疲れ様でした。金子さん、金子さん、すべてのガイル使いに希望を与える一言いやいや、こんなことなかなかないですよ結構2回転さん、ソニックが不規則すぎて厳しそうな感じでしたけど、うん、うん、そうですね、いや出し方が、ソニックの出し方がすごく、今日が8割、ああなるほど、さあなかなか見てて面白かったです。今日早めに終わりましたねどうしようかな、
じゃあ今日は早めに終わったんで、の試合の配信が多いかなと。まあいいかな。まあいつも通り11時まで、配信の方はやります、よろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.
Jamaica!
You
Round two, fight! Oryuken!
はい、じゃあそろそろ、配信の方終わりにさせていただきます。本日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ではありがとうございました。